こんにちは、ハーリーです。今日は横浜港未来にあるウェスティンホテル横浜さんのラウンジ付き宿泊プランをご紹介します。ウェスティンホテル横浜さんは2022年6月に横浜港未来にオープンした国内で6軒目のウェスティンブランドです。今回もクラブラウンジ付きのお部屋に宿泊したので、今日はその宿泊レポートをご紹介します。お部屋、カクテルタイム、朝食などを分かりやすくご紹介するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿、高級ホテルをご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。場所はみなとみらい駅から5分くらい歩いたところにあります。館内に入ると、そこでは水の音とともにウェスティンらしい上品な香りが漂います。ウェスティンホテル東京のように横にも広いタイプではなく、縦に高いタイプですね。普通は23階でチェックインするんですけど、クラブラウンジ付きプランの人は22階のクラブラウンジでチェックインできます。ウェスティン横浜さんのクラブラウンジは木を基調とした落ち着いた空間になっています。とても広々としていて、総席数はなんと117席もあります。またクラブラウンジプランの方は2時間まで専用会議室を利用することもできます。朝の10時から夕方の5時まではデイスナックタイムで、おつまみやソフトドリンクを楽しむことができます。おつまみはスナックやドライフルーツなど、ソフトドリンクはオレンジジュースやアップルジュースなどのフルーツジュースと、冷蔵庫の中にはコーラやジンジャーエール、さらにコーヒーや紅茶があります。僕が行った日曜日の午後3時はかなり混雑していて、フードやドリンクもすぐになくなっていたので、休日なら夕方の4時ぐらいに来た方がゆったりとできると思います。続いてはお部屋のご紹介です。僕たちはラウンジと同じ22階にあるクラブダブルルームに宿泊しました。窓が大きくて開放的な空間ですね。ベッドはよく眠ることを考えて作られたウェスティン名物のヘブンリーベッドです。バスルームは大きめのシンクが一つあって、トイレは独立型になっています。ミニバーにはネスプレッソのコーヒーやティーバッグなどが揃っています。サステナブルを意識して、お水がペットボトルウォーターではなくガラス瓶に入っているのも現代的ですよね。冷蔵庫には有料のビールやソフトドリンクが入っています。ウェスティン横浜さんはオフィスが立ち並ぶビジネス街にあるので、お部屋からの眺めは正直そこまで良くないんですけど、こういうシティビューも悪くないですよね。続いては館内施設のご紹介です。ウェスティン横浜さんはジムやスパはもちろんあって、中でもこのプールが有名です。2023年1月現在、プールは有料になっているんですけど、ジャグジーやサウナも完備されていて、冬の時期でも暖かいので、ゆっくりとしたい方は
入ってみてくださいね。チェックインカウンターがある23階にはいくつかのレストランが入っていて、アフタヌーンティーもこちらで楽しむことができます。さあ、続いては皆さんお待ちかね、カクテルタイムのご紹介です。ウェスティン横浜さんのカクテルタイムはめちゃめちゃ種類豊富で、ちょっとした朝食ビュッフェくらい揃っています。パンやご飯、カレーまであって、十分夜ご飯代わりになりますね。ドリンクはバースタイルでスタッフの方がサーブしてくれます。ビールやシャンパンなどのアルコールはもちろん、オリジナルのノンアルコールカクテルを用意してくれていて、飲めない人も楽しめるのがグッドポイントですね。こちらが僕の一皿目です。ちょっとした前菜盛り合わせを意識して持ってみました。肝心のお味はカクテルタイムのお料理にしては十分美味しいです。もちろんレストランで食べるよりはクオリティが下がるんですけど、軽食を超えて前菜からパン、パスタ、カレーまであって種類豊富で、すごく満足度が高いです。ウェスティン横浜さんのカクテルタイムではこのカレーがかなり有名で、 SNS でもすごく話題になっています。スパイスが効いた本格カレーではあるものの、トマトが入って辛さが抑えられた、子供から大人まで食べやすいカレーですね。補充が入るたびにすぐになくなる大人気のメニューです。デザートも5種類くらいあって、全然飽きが来ないです。こんなにも楽しめるカクテルタイムなので、ウェスティン横浜さんに来るときはお昼のデイスナックタイムで食べ過ぎないというのがポイントですね。たくさん食べたら1日目はこれでおやすみなさい。おはようございます。朝高層階から眺める横浜の景色は気持ちいいですね。朝食を別途頼んでいる人は3階のレストランで朝食ビュッフェなんですけど、ラウンジプランのみの利用者はクラブラウンジにて朝食をいただきます。正直クラブラウンジでの朝食と聞いたときは、うわー、レストランでの朝食ビュッフェに比べて品数も少なくて残念なんだろうなと思っていたんですけど、実際に行ってみるとかなり種類が多くてびっくりしました。もちろんレストラン会場でのビュッフェに比べると物足りない部分もあるんですけど、和食から洋食、中華まで一通りのメニューが揃っていて、宿泊料金に含まれているのなら十分な満足度です。しかもみんなが3階に行ってくれるおかげで、クラブラウンジ利用者は結構少なくなっていて、逆に優雅に過ごすことができました。いつも通り僕は一皿目にサラダとおかず系、二皿目に和食系、三皿目にパンとデザート系という流れで、ほぼ全てのメニューを制覇しました。種類豊富で美味しい朝食ビュッフェなので、大満足になること間違いなしですよ。今日は2022年6月にみなとみらいにオープンしたウェスティンホテル横浜さんをご紹介しました。オープンしたばかりだけあってすごく綺麗なので、記念日や特別な日にぜひ
泊まってみてください。これからもおすすめのホテルをあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のホテルで。